まあ許可しよう。あらら。いやこっち話すすいません。はい。ならよろしくお願いします。はい。どうしたんですか。あ、どうした。大丈夫。あ、どうした。あ。あら。これは。これは。どうした。大丈夫。受信機を変えた時にあら逆なんだったですか。なんかリバースやったの。リバースですよね。だから、うん、受信機を変えた時には必ず確認しましょう。はい、ちょっとメッセージ入れた。はい。なんで気づかなかった。耳が痛い。僕もやったことある。いや私は今上がってる水道の海面だったけどそのまま片山さんのギャンコを刺すとかなって思ったけど途中で、あ、逆だと思ったかも。うん、もう、うん、MVP ショーですかね。でもここ来ると誰か一人犠牲にならないかんと。でも片山さんだけこれを言うと次直すと受信機がバリオカと乗ってる。バリオカなんでしょ。これが問題です。逆になってました。もう大体こんなええ加減な飛行機やけんさ、ええ加減なわけよね。大体でよかろうやろな、うんね。右、左、結構アップになったですね、エレベーター。そんなもんですか。でもあれ超良かった。おお、上げアップになった感じ感じですね。一個アップになった。おー、いい感じ。もうだいたい取り戻した。まだよ、わからん。あ、いいね。エルロンがちょっと左に行ったね。あ、まだ一人。あと一個。だいぶ慣れたね。おー、カットするから。伸びるね。気持ちよか。見よって。あれですか。今見えたってやろ。見えたね。やっぱりね。そんな気がしたの。よかった。今だと聞こえる。意外と見にくい。見にくい。見にくい。白やってんね。うん、傾きがある。やっぱりダブル CM カラーじゃないか。まだアップやね。まだもう一回ぐらい油断してたよ。まだ絶対無理やって、まだゆっくり旋回しとこうぜ。ゆっくり、もう奥の目から失速線程度にね。失速線程度に。あれ出た。あれって。もうあれで。肩が沈んどるよ。本当。